モデルの富永愛です。私の目標は生涯現役で仕事を続けること。その実現のため今最も関心があるのが針やお灸、漢方薬などの東洋医学。今回富永愛さんが訪ねたのは。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。女性に多い不調の改善やケアに詳しい鍼灸師の安野文子さん。私は以前から東洋医学とっても興味がありまして。そうなんですか。いつものこう体の不調っていうのは首肩こり、あと胃腸があんまり良くないかなっていう感じですね。じゃあチェックしていきましょう。硬いんですよね、少しね。念とか押して痛いですかね。うん、痛いですね。痛いですね。うわー、うえ、突っ張りますね。突っ張りますか。どの辺が突っ張りますかね。こっちからこうピーってなる。ここが腱鞘というツボになりますね。首の付け根と肩先を結ぶちょうど真ん中にあります。うわあ、これですね。気持ちいいですね。ツボに対してこう垂直にこうしていくんですね。で、大体こう3秒ぐらい押したら3秒止めてゆっくり戻す。これがこうツボ押しの基本になります。ああ、そうなんですか。息を吸って吐きながら押していきます。1、2、3、止めて1、2、3、ゆっくり戻していきます。はい、はい、もう一つ首肩こりにいいツボがあります。プーチーというツボになりますね。生え際に左右にあるツボなんですけれども、はい、ちょっと外側のくぼみになります。気持ちいい。セルフケアでおすすめのツボなのでぜひやってみてください。東洋医学では症状の原因を根本的に治していくという考えがあります。なるほど。お体を見させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。手が冷たいですね。ご自分でも自覚あります。冷えやすいっていう感じですね。いつも冷たいわけじゃないんですけど、あ、足もちょっとね冷たくなって、先はすごく冷たいです。すごく冷たい。冷えはですね、体全体の血流に関係してますし、肩こりにも悪影響を及ぼすので、冷えの改善するツボをお教えしましょう。ぜひお願いします。ツボの位置なんですけれども、はい、内くるぶしの上の方にあります。で、ご自分の指でこの内くるぶしの一番高いところから4本のところなんですね。で、骨の際にあります。ここはサインコンになりますね。あ、でもなんかぽっこりしてますね。はい、気持ちいい。お灸で温めると効果的なので、お灸をやってみましょうか。いかがでしょうか。あったかくなってきましたね。冷えにもむくみにも、また生理痛などにもいいツボですので、特にお灸が効果的かなと思います。なるほど。セルフケアもいいですね。質問なんですけど、はい、そもそも体のツボってどれぐらいあるんですか。体のツボはですね、361種あります。あ、そんなにいっぱいあるんだ。 WHO でも認定されていて、はい、世界共通です。へえ、すごいですね。東洋学の考え方では、ツボは経絡というツボとツボを結ぶネットワークでつながっていると考えられています。ですから
手や足のツボを刺激すると肩の痛みが改善したりお腹の不調が改善したりということが起こります。つながってるんですね、はい、例えばですね、はい、この手の五穀という有名なツボがあります、はい、ここを刺激すると遠い、肩のこりとかそれからお腹の不調を良くするとかそういう効果があります。なるほど、痛気持ちいいです。いいですね。東洋医学では心身一如、つまり心と体は一つであるという考え方があります。体の不調は心の不調につながりますし心の不調は体の不調につながるという考え方になります。へー、なるほど。じゃあ体のためにこうツボをやってても心のためにもなるっていう。あ、そういうことです、はい、心と体が改善されると思いますのでぜひ続けてやってみてください、はい、とっても気持ちよかったです。 ありがとうございました。よかったです